すっげえ。これだけありゃ一生遊んで暮らせるぜ。密輸船だったんだ、このフェリーは。なるほどね。乗組員失踪の謎も、少なくとも動機はこれ。密輸犯罪が絡んでいるんだわ。これだけの大掛かりな密輸をハイスクールのか弱い女の子にできると思って。しかし、じゃあ誰が犯人なんだ。ひとまず探偵ごっこはよしましょう。まず私たちは脱出しなくちゃいけないのよ、この危険なフェリーから、互いの疑惑の目から。一番の敵は私たちの中にある不信感なんだから。どうやら君の言う通りだな。すまないことをしたね。我々は団結して、まず脱出法を考えるべきなんだ。ええ、それも一秒でも早く。星占いは本当なの。ここにいては全滅だわ。あの隕石乱流は、私たちのクルーザーがやられた隕石乱流は、破壊された第二惑星の月なのよ。そんな月が一瞬にして破壊されるほどの力なんて。いいえ、存在するのよ。なぜ惑星が輝いて見えるのかしら。ジュニアスクールのテストじゃあるまいし、太陽の光を反射してるからだろ。人類の母なる故郷マミーブルージャー、太陽からの光が8分かかる。これでいいか先生。そう、太陽。太陽からの距離かける光速イコール時間分だけ光は遅れて届いた。つまり太陽に近い惑星ほど光が早く届き、順々に輝いて見えたのよ。その反射光が異常に輝いたってことは、その前に太陽が大異変を起こしたんだ。ソーラーフレアに違いないわ。太陽の巨大な炎が吹き上げるのよ。Thank you.
てる。なぜ全開の炎をやられなかったのか。多分夜の場所、惑星の影にいたから。破壊された月は昼の場所で炎の直撃を食らったわけか。俺たちの現在地は？我々は噴火する火山の火口にいるようなもんだぞ。おじいさん、クルーザーの修理は？一応緊急修理はしたが、部品が足りん。片足飛行だな。飛行？何にも乗れん。2、3人がせいぜいか。もう一度直せない。時間がない。瀕死の人もいるのよ。重いカプセルベッドは積めないわ。冗談じゃねえ。待て、どこ行く。俺はクルーザーで逃げるぜ。2、3人は乗れるんだろ。早いもん勝ちだぜ。おい、もともとお前らのクルーザーだ。一緒に逃げねえか。な、そうやって一生三枚目やってなさい。あんた、アストロノーツだったパパに恥ずかしくないの？はっ、あばよ。あの野郎。仲間割れなんかしてる場合じゃないでしょ。このフェリーを動かすしかないな。手動で。ええ、なんとか惑星の影、夜の場所にでも移動できれば助かるわ。無理だよ、業務用のこんな巨大なフェリーを素人が。
だったらユイはレインダンスでもする？とにかくやるしかないわ。やるか。やってみるか。待て！あなた死んだはずの。幽霊を見るような目で見ないでくれ。単に冷凍睡眠用の菓子の薬を飲んだだけだ。一時的に死んだふりをしてたのさ。生きていてはいずれ疑われるからな。瀕死のドクターが犯人の名前を答えられなかったわけね。名乗る前に死んだはずの男なんだから。まったくあん時はヒヤッとしたぜ。運よく俺のベッドの前に立っていたお嬢ちゃんのおかげで助かったがな。あんた、隕石乱流にやられてここに来たんじゃない。最初からフェリーに乗っていたんだわ。フェリーに詳しかった。乗組員の一人ね。はあ。改めて自己紹介させてもらおう。私はこの恒星艦フェリーキャプテンだ。前からルミニウムの密輸はやっていた。本業の何十倍もの儲けがあった。だが最近になって検査が厳しくなってきた。議員さんまでお出ましというじゃねえか。ルミニウムのような稀有金属は販売ルートで必ず発覚するぞ。
そこで最後の大博打を打ち、トンズラを決め込んだわけさ。だが、問題は降りる場所。これほど大量の密輸となると、正規のスターポートは降りられない。邪魔なのは乗客と乗員。行き先が違うと騒がれても困る。全員消えてほしいわけだ。同時にだ。そこでソーラーフレアを利用したわけね。この太陽の異変を知っているのは私を含めてごく一部。定期航路もない辺境の聖域だからな。それにソーラーフレアを利用すれば、万一失敗しても全ては事故で済むわけだ。船長の立場を利用すれば、全員を速やかに一定のシャトルに詰め込み、脱出させるのは簡単だ。第二惑星の影から光あふれる彼方へ。人は密輸のために何の罪もない人々を何人も殺したのね。いや、正確には187人と1匹の子犬だ。だが、唯一の誤算が月の爆発。そして隕石乱流に巻き込まれたお前たちの緊急着艦だ。そこで幽霊船のように細工したり爆弾を仕掛けたりした後、怪しまれないために君たちに混じった。船長だからシャトルなどのデータも改ざんできたわけね。幽霊船や爆発などちょっとした細工をしておけば恐怖が内乱を引き起こすと踏んでいた。死人のふりをしてベッドで寝て待っていれば、殺し合いが始まると楽しみにしていたんだが。お嬢ちゃんのおかげで計画が狂っちまったな。もう時間がない。二人もろともレーザーの串刺しになって。
よく聞け。お前だけは助けてやってもいいが、代わりにその銃で近くにいる奴らを撃つんだ。冗談言うな。そんなことできるかよ。偽善者ぶるのはやめろ。ならば金をやると言ったらどうする？最近だぞ。お前なんかが一生かかってもお目にかかれないくらいの何でも手に入るんだぜ。そうだ、船を買えばいい。立ち聞きさせてもらった。アストロノーツになりたいんだってな。船長ってな、実にいい気分がするもんだ。騙されるな。そんな男の言いなりになっても無駄だ。信用できっこないだろう。うるせえ。世のなやさ黙ってろ。俺は赤毛と話してる。本当に金をくれるのか。自分の船を持てるほども。もしも不正な手段で入手した船に乗るつもりでいるなら、真のアストロノーツになる資格などない。俺ふざけるな。どうせ貧民性のスラムあたりの生まれだろうが、暮らしぶりが目に浮かぶようだ。両親のように惨めな生き方を選んで満足か。こんなチャンスは二度とないんだ。やめろ。俺の親父は立派な。殺人及び密輸の現行犯。できれば生きたままで逮捕したかったわね。
ねえ、しっかりして頑張るのよ。やっぱカッコ悪いか。どうやら最後まで。これ返すぜ。汚したまんまだったよな。ちょっと照れくさかったけど、本当は嬉しかったぜ。大丈夫、まだ望みはあるわ。悔しいけど、親父の後をつけなくなっちまった。本当言うとな、何のことはない。ボロ船の雇われ船長だったのさ、親父は。事故が起きた時、乗組員全ての安全を確かめるまで船に残ったと後で聞いた。あっけなく死んじまったがよ。それでも俺にとって親父はたった一つの自慢。